はいどうもこんにちはやの、今日はやの、こちらをご紹介していくでの、よかったらやの最後まで見てってほしいの。今日はのランチ何食べに行こうかなって思ってたやんわ。でその時にも、あ、そういえば福井県福井市にある店舗様、こちらの店舗様の以前の恐竜さんのお仕事の同僚に連れてってもらったやんっての。でその時行った時やの、今日食べた料理とは違う料理を食べたんやけど、その時にも知ってもいいに気になってたメニューがあったやんっての。この時やの、この時で恐竜さんお腹いっぱい食べてるで満足やったんやけど、今日はその時に気になってた、知ってもに気になってたメニューを食べに行ってきましたっていう動画やわ。やでの、ワクワクしかないの。恐竜さんといえばっていうようなメニューやで、気になる方は最後まで見てってほしいんやけど、今日はお腹ペコペコやで、本当は大盛りにしとけばよかったなっていうようなメニューやったし、ペロッといつんだでの、ペロッといつんだ。やで、もしの行かれる方は大盛りも検討してみてほしいの。ほんなら、行ってみるで、最後まで見てっての。サービスセットで唐揚げで、はい、よろしく頼むぞ。行くぞ。
はい、どうやったかの今日はこちらのインディアンオムライス、こちらをご紹介しましたっていう動画は、このオムライス、このソースひっともに美味しかったで、食べるときはや、一回のこう混ぜてから食べるといいと思うよ。あとの、こちらのこのサラダ、このサラダのドレッシング、これも美味しかったの。オリジナルらしいんだけど、ひっともに美味しかった。このインディアンオムライスのソース、これのもっとあったらよかったなと思った。やで、次行くときはの、大盛りや、大盛りで食べていこうかなと思うわ。やで、もし皆さん行く機会あったら、大盛りもチャレンジしてみてほしいの。あとの、別のメニューもあったんやでろ？別のメニューもあったんやけど、前回の恐竜さんが食べたやつは、ご飯とかのサラダとかもおかわりできたで、がっつり食べられる方はや、そちらも注文してみてほしいの。なら、まだちょっと動画あるで、最後まで見てっての。なら行くでの。じゃあの。お疲れ様です。あ、ありがとう。はい。生産で無事になりますね。はい、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ無事お返しです。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。よろしく頼むぞ。